令和4年度第1回能力検査3レース8頭飛び出しています1番 J ・ヨハン外は7番大金星2番トップチャレンジこの辺り先行して1勝外下りましたそれから4番カイセーノバ3番北の境ボブミが続いています他3頭 今孔子派謙信が1障害よりましたその後大空へ見5番の木漏れ日第1障害残っています前は1、2障害の中間に差し掛かるところうち1番 J ヨハン刻んで2番トップチャレンジ前へと行きますその後外2014年 帯広記念を勝ちました堀千尚の弟7番大金星これが続きますあとは並んで3番北の栄ボブミ6番孔子派謙信そして4番海せの場続きます少し間が空いて8番の大空恵美一、二、障害の中間で止まっていますがまた 歩いて止まりますその後5番の木漏れ日です刻みながら方進めます各場じっくり止めてまた歩いて止まります7番大金星うち1番の J ヨハン2番トップチャレンジそれから6番甲子派剣心この辺り並んでいますその後4番カイセノバ さあ間もなく2勝害手前6番、孔志派謙信が先頭できました2番テイク集まりますさあ第2勝害6頭が2勝の手前少し後ろに大空笑み離れて木漏れ日ですさあ6頭じっくり貯めて1番、ジェイヨハントップチャレンジ挑戦そして大金星 大金星、膝をつきました2番のトップチャレンジ、上がってきた先頭で2勝害下りましたそして1番、J ・ヨハン2番手で2勝害下ります3番手以降、坂の上りまだ挑戦続いています今、大空海が挑戦始まりました前はまもなく残り 20m です2番トップチャレンジ先頭5馬身6馬身のリード そして1番、J ・ヨハン一旦止まりました2番手、今残り 30m さあ、前は残り10を切っていい足取りでいきます2番のトップチャレンジ1着ですさあ2番手残り30を切って止まっています1番、J ・ヨハン立て直してさあ懸命に歩を進めますしかし残り20で止まります 3番手以降はまだ第2障害なかなか障害を上りきれません4番の回瀬ノバ上がってきました外は7番の大金星ですがあんと大金星膝をついています。 さあ4番のカイセノバが頂上まで来ましたがさあ下れるかどうか今、坂の下りに入りまして2番手のジェイ・ヨハンがまもなくゴールというところうっとしかしゴール直前詰まった1番、ジェイ・ヨハンさあ懸命に鈴木騎手が促して促してゴール大きく離れまして4番のカイセノバゴールを目指しています 4番手以降は2障害残っています第3レース1着は2番トップチャレンジ生産は平加町です父はウルマ・デュスユスケン離れまして1番ジェイ・ヨハンが2着 第3競争今3番手の4番カイセノバ残り10に差し掛かったところですこの後第4レーススタートまでお待ちください